ウルグベクマドラサウルグベクマドラサは、ティムール町第四大君主ウルグベクによって、現在のウズベキスタンのサマルカンドに建てられたマドラッサ。サマルカンドからの風景学聖望と、中庭1417年、ウルグベクは、古都サマルカンドの中心、現在のレギスタン広場に、マドラサの建設を開始した。それが、ウルグベクマドラサである。このマドラサは1420年に完成した。 レギスタン広場は14世紀後半には商業地であったが15世紀前半にウルグベクがマドラサやモスクを建てたことにより様相が変わったと言われる。現在、レギスタン広場には3つのマドラサが建っている。ウルグベクはまた1420年にはサマルカンド郊外の小級にウルグベク天文台を建設している。ウルグベクマドラサで学んだ人物としてはジャーミーがいる。 ティムール朝を代表する15世紀の著名な詩人であり、ペルシャ語で著作活動を行った、レギスタントは砂地の意味、ありがとうございます。